はい、皆さんこんにちは。ということでね、今回社外のリアショックを入れて8の字練習をしてきたんですけども、今回ね語りたいことは2つあります。リアショックのプリロードって面白いなっていう話と、もう一つはこの12インチのバイクがやっぱり最高に面白くて、今回ちょっとね知らなかった景色を見れた、知らなかった世界にちょこっと足を踏み入れることができたっていうね、自分自身が感動した話をね共有したいと思います。まずはこのリアショックのプリロードが面白かった話なんですけど、これね実はね、この GP って排気量が3つあって、一番大きい 190cc は最初からこのロードレーサー用のリアショックがついてるんですよ。ところが125と僕が購入した155はオフロード用のね安いギアショックにむちゃくちゃプリロードをかけて入れて出荷されてるんですよね。でノーマルのギアショックのバネレートっていうのが800っていう、フランスなんでポンドなのかな、単位がよく分かんないんですけども、800っていうバネがノーマル入ってます。で今回入れたのは1000というバネ。通常ねミニ元でバネをテストするときって50刻みぐらいで買えるらしいんですけど、今回はなんとね一気に200もバネレートが高いものを入れてます。で乗ったらどうなるかっていうと、こっちの方がね座った瞬間にふわって沈む感じがあるし、乗ってても小さな荷重でもよく動くんですよ。でそれはねやっぱりさっき言った通り、ノーマルは800っていうバネなんですけど、オフロードのサスなんでむちゃくちゃプリロードかけてるんですよね。だからね動き出すのに高い荷重が必要になると。でこっちは1000なんだけど、ロード用のショックなんで不自然なプリロードはね出荷状態でかかってないので、小さな力でよく動くっていうことでね、まあプリロードって理屈は分かってたけど、こうやってね極端なオフロードの長いバネとロード用のねショックで比べるとね、よく分かるなっていう体感したっていうお話が一つ目です。でね今回一番語りたいのはやっぱこのね12インチのバイク、めちゃくちゃ面白くて、ちょっとね向こう側の世界をチラ見することができたっていうね感動の話をね共有したいんですけども、今回ね8の字練習フォームを改善するっていう目的の2回目だったんですけど、僕がね前の動画でチラッと言ってた、僕自身が考えるあちら側のライダーとこちら側のライダーっていうね、線引きがあると僕は思ってて、まあいわゆるあちら側っていうのはプロを目指す人とかプロのライダーですよね。でこちら側っていうのは僕のような趣味ライダーですね。まあ多くの方がね僕のように大事なナンバー付きの車両とかね、まあレーサーにしても、まあ趣味で乗ってる方がほとんどだと思います。でそうなるとね、どこに何が線なのかっていう、境界線なのかっていうと、プロの人っていうのは、まあ、練習の時に転倒ありきで練習するんですよ。なぜかっていうと、限界を押し上げないと自分が速くなれないんで、限界を知るためには限界を超えなきゃいけない、それは転倒ですよね。でそれをありきで練習してて、それを回避したりそれを押し上げる技術を身につけるためにやってるのが向こう側の人で、こっちは何にしたって絶対に転倒できないじゃないですか。だからまあ17インチでねハイパワーの立派なバイク乗ってる人、こっち側の人がほとんどですよね。でそうなるとね、何が違うかっていうとね、やっぱその燃え尽き度っていうのかな、17インチで僕がサーキット始めて最初はね公道よりかなり全開で走れるんで、すごくね面白いな、燃え尽きてるなって感じがあったんですけど、やっぱ慣れてくるとやっぱどこかね1割2割皆さんもマージン残して走ってると思いますけど、それがねちょっとこう窮屈に感じるというか、逆を言えば17インチのハイパワーのモデルで走ってると1割2割残さざるを得ないような恐怖心があるって言ったらいいのかな、うん、そことのせめぎ合いになっちゃうんですよね。で向こう側の人ってまあ商売でやってる人もいますし、夢を追いかけてる人もいるんですけど、やっぱね素人でも向こうの世界にいる人っていうのは、まあ、割とねやっぱこの小さいバイクに乗ってる方が多いかなと思います。まあ、これはねいつも言っている通り地面が近いし、速度も絶対的な速度はまあその大きいバイクよりは低い、まあいろんな理由でね怪我とか故障とかそういうリスクが低いんで、趣味でやってても結構向こう側で頑張ってる人が多いってことでね、羨ましく思っていながら、今回なんとですね、僕もちょっとあちら側のライダーの世界をちょこっとだけですけど垣間見ることができて、めっちゃ嬉しかったんですよ。めっちゃ楽しかったんですね。っていうのはね、タイヤがね今回もう半日の練習で何回滑ったって数えられないぐらい、めちゃくちゃ滑りました。でも17インチだったらそれでビビってどうやったら滑んないようになるかなっていうねいう考えになっちゃうんですけど、この12インチのバイクだと地面めっちゃ近いし、今フォームの練習だけでねスピード出してないんで恐怖心も結構ないんですよね。
で、そんな中で滑るとね、滑りに対してなんかこう考えていけるんですよ。どうやったら滑る、どうやったら滑らない、どうやったら滑った時に対処できるかとか、まあ当然まだその答えは全部出てないんですけど、今回ちょっと感じたのは、下半身ホールドを完全にしてセルフステアでスパーンと退院していくと、なぜかねリアが滑りやすかったんですよね。うん、でハンドルをガチッとっていうかちょっと押さえて退院していくとリアが出にくかった。でも当然セルフで入った方が小さく回れるし、当然ハンドルちょっとね支え気味に行くとちょっと大回りになっちゃうんですけど、まあ、そういう違いに一つ気づいたりとか、こういうね小さな気づきっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、走っててあそうかそうかこんな違いがあるんだみたいなね。今までだったら滑った段階でもうおしまいですよ、危ない危ないっていうね。それがそのそっから先を考えてトライしていけるっていう、それで大汗かきながらねこうやってるっていう自分がすごく嬉しくて、めっちゃ楽しかったんですよね。でこのね楽しさっていうのはやっぱりその僕が言うところのあちら側のライダーの世界、まあ、僕がその完全に向こうの人の仲間入りできたっていう話じゃないですけど、少し向こうの世界をこう覗くことができたっていうね、そういう嬉しさがめちゃくちゃありました。でやっぱ12インチのバイク最高だなということでね、この感動をねちょっと共有したくて、今日はちょっと話してみました。でまだまだね滑ったといっても自分自身としてはね結構こう感じるぐらいね何回もこう滑っているんですけども、動画撮って後から見ると、外から見るとよく見ないとわからないぐらいのね滑りで、まだまだマージンを取ってやってるなと。でしばらくはね僕はね変な話なんですけど転倒を目標にしてるんですよ。転倒したくないし転倒しない方がいいんですけど、どういうことかっていうとね、プロの人の練習とか見てると小さいバイクで8の字しててうまく走ろうと思えば絶対転ばないような超レベルの高いプロの人でも練習では転ぶんですよ。なんでかといったらもうその人でもちょっと限界を超えてしまうようなレベルまで追い込んでるから上手い人でも転ぶんですよね。でそれってねある意味すごいことだなと思ってて、僕は今回ちょっとね、自分としてはめちゃくちゃ滑ったと、何回も何回も滑って感動したんですけど、でもやっぱり転ばない範囲でなんとかしようっていうね感じになっちゃう。それをねちょっとこう自分の限界を、本当の限界っていうのは転んだ瞬間ですよね。でそれを押し上げていけるような練習ができるようになってきたら、レベルは違うけれども線引きとしては向こう側の仲間に入れるっていうことでね、しばらくは転倒することを目標にやっていきたいなと思います。ということでね、滑ってもそれを考えることができるこの素晴らしい12インチの世界、まだね体験してない人はぜひどこかで体験してみるとハマっちゃうかもしれません。ということで今日はこんなところでおしまいです。